東京大学にですね 0.3 点足りずに落ちた、すごく苦渋をなめた人がですね、今回ゲストで来てくれます。どうしても今の受験生に伝えたいことがあるということでですね、今回根掘り葉掘り聞きたいなと思います。どうもパサラボのウサイスボルです。さあ今回は特別な企画になっております。というのもですね、サムネイルやタイトル見てもらったら分かる通り、東京大学にですね 0.3 点足りずに落ちた、すごく苦渋をなめた人がですね、今回ゲストで来てくれます。実はですね、その方がどうしても今の受験生に伝えたいことがあるということでですね、今回根掘り葉掘り聞きたいなと思います。よすけです。はい、どうもこんにちは、よすけです。はい、ということで、それこそ先週の古文のね、はい、勉強法とかでもよすけ語ってくれましたけど、じゃあ改めて簡単に自己紹介お願いしていいですか。慶応義塾大学法学部の3年生でよすけと申します。東京大学に 0.3 点落ちましたけど、開示の点数とか今多分写真で出てると思うんですけど、はいはい、これ見た時どうでした？ 0.3 点、不合格って分かった後に、まあ結構 2,3 日後前に多分ハガキが届いたんですけど、マジかと思って。正直自分の受けた感覚だとさ、受かってると思ってた。ああ、受かってると思ってました、正直。今回その 0.3 点っていうことで、もしかしたら今のそれこそ夏休み前の受験生に伝えたいことがあるってことでしたけど、はい、本当に僕 0.3 点で結局最後はまあ落ちてしまったんですけど、うんうん、本当に今振り返ってみると、やっぱこの夏の過ごし方、はい、まあここ夏以降の本当に過ごし方で本当に結果ってガラリと変わったなっていうのは、もう本当に思い当たるところが、夏休み以降の過ごし方で、はい、まさに今の時期の受験生じゃないですか。じゃあ今回そこをもうよすけにちょっと根掘り葉掘り聞こうということで、はい。でざっくばらんに、まあ浪人生とその現役生の生活があったと思うんですけれども、はい、そもそも東大を目指し始めたのっていつぐらいから？東大を目指したのはでも本当にもうちっちゃい時で。そうなんや。はい、もともとそうですね、まあ兄が僕いたんですけど、うん、まあ兄が本当にその東大を受験して、まあなんかそれぐらいからなんかちょっと自分の中で東大ってなんかこう身近なものになってきたっていうのがあって、まあ気づいたら東大志望だったっていう感じですね。そうか、じゃあ東大別にギリギリで目指していたっていうのは結構もともとあって。そうですね。なるほど。そこからじゃ現役生浪人生どういう生活だったの？現役生の時はまあ、もちろん予備校にも通ってましたし、うんうん、やっぱ夏休みなんかは、まあ、うちの高校は普通に公立高校で、うんうん、結構あの学園祭の準備とかがあるわ、はい、結構あって、まあ、僕はそこまで忙しくはなかったんですけど、うん、まあ、でも結構その準備とかも夏休み、まあ、あったりしながらっていう形で、まあ、勉強をやって、まあ、でもあとは予備校にこもって、まあ、基本的には勉強して。そうか、じゃあ結構別に現役生の時も全然勉強してないっていうなら結構勉強して、バイトはしてましたね。現役生の時もじゃあ東大受けたけど、まあ、絶えずに落ちた感じです。じゃあ、はい、じゃあ浪人ってなった時どんな感じだったんですか？浪人は、まあ、それこそもう、やっぱ、河合塾に、もう、通ったんですけど、はいはい、まあ、結構、うちの高校、7割ぐらいが多分、浪人する感じの高校で、予備校行った時に、高校だけど、場所が変わっただけみたいな、本当に周りの授業を受けてる子たちも、知ってる子たちばっかで、みたいな。アットホームな環境で。そうですね。そんな中で、じゃあ、河合塾、まあ、行って、はい、そこから浪人勉強するわけだけど、はい、特にじゃあ、この時期っていうことで、どういうことがあったんですか？はい、本当に夏休み入るまでもそうですけど、まあ、本当にひたすら僕は、朝早く、開門っていうか、まあ塾が開く時から本当にもう自習室に入って塾が閉まるまでもうこもりきるみたいな。すごい。やけどもうめちゃめちゃ気持ちわかるわ、はい、俺もそうだったから。結構努力はもうそうですね、まあ家で勉強できないっていうのもあったんですけど、こもって、まあ、やってはいたけど、まあ、でも正直ここまであまり結果は正直浪人生でも出てはいなかった。そうなんや、はい、勉強時間とかしっかり取ってたけど、はい、結果が出るのはちなみにどれぐらいの時期だったんですか？本当に多分11月とか。じゃあそんなよすけが特にじゃあこの夏休み前の、まあ、夏休み中のかもしれないですけど、はい、受験生に伝えたいことって何かあったりするんですか？そうですね、まあ、3つあるので、それをこれから、まあ、深くそれぞれ話していきたいのかなと思います、うんうん、はい。じゃあ一つ目は、はい、そうですね。まあ一つ目は、結構やっぱりさっきも言ったんですけど、現役時はまあ、もう予備校にこもってっていう形でやってたんですけど、うん、まあ、浪人生はやっぱり結構周りにも友達がやっぱり多かったので、あ、はいはい、勉強時は一人で勉強するっていう形だったんですけど、まあでも休み時間とかは結構周りの子たちとコミュニケーション、うん、まあ結構積極的に取るようにはしてましたね。それはもう浪人生の時に。はい。逆に現役生の時は、もうひたすら勉強して一人でご飯食べてみたいな。そっか、ずっと一人だった。はい。それがじゃあ、それってどういう風に変わったというか、まあ、精神的にやっぱり気が楽になったっていうのはもうもちろん本当に大きかったですし、結構情報が入ったっていうのはありますね。結構意外と全然自分受験のこと知らないんだなっていうのはすごいあったので、まあ、やっぱり周りと勉強してよかったのかな。結構だからもしかしたらこの視聴者の皆さんも結構一人で勉強しちゃいがちっていう人いるんですけど、定期的にやっぱりその友達と一緒にとか。そうですね。なるほど。そこが精神的にもリラックスできる。そうですね。またメリハリにもなるのかなと思いますね。普段ガーッと勉強するのもいいんです
ですけど、まあ、なんかこう休み時間ちょっと友達と喋ってでまた勉強しようって形でメリハリ持って、まあ、勉強やった方が、まあ、やっぱり頭にも入るのかなっていうふうには。夏休み長いからこそまずメリハリ、そうですね、まあ、長期戦なんでそこはまず確か僕も本当に思いますね、その仲間の重要性っていうのはメリハリも、うん、ちなみに2つ目は何ですか。2つ目は、まあ、目標を設定するっていうことじゃないですか。目標設定、はい、まあ、自分は本当になんとなく過ごしちゃったんですよね、まあ、僕の場合はあの現役生の時にあの東大の英語が本当にすごい低い点数で、本当に浪人って決まってから、まあ、ひたすら結構英語中心に勉強していたんですけど、まあ、浪人生になっても、あ、夏休みになっても、まあ、とりあえず英語じゃないみたいな軽い気持ちでざっくり決めちゃったってことか。そうですよね、はい、まあ、とりあえず英語やっときゃ、まあ、成績上がるでしょうぐらいな勉強しちゃったのが、まあ、良くないのかなっていうのは、はい、それ以外の例えば特に東大だったら数学や国語とか社会もあるけど、はい、そこも まあまあというかなんとなくの、そうですね、まあ、なんか必ずどれぐらい最低やるかぐらいのマネジメントとしてなんかこう持っておいた方がいいのかなとは今振り返って思いますね。なんとなくこれはやろうだけでいくといざやっていくとあれあれなんかこれいいんだっけみたいなちょっと不安になったり、そうなんですよね、結局でなんとなくのままなんか最短距離で結局目標に向かって突き進めていないっていうのが結構あったので、まあ、やっぱり目標を持ってそこに向けて、まあ、逆算でやっぱり計画を立てるっていうのが、まあ、すごい大事になるなっていうふうに。そうですね、今の受験生でもしかしたら夏休み前の人はそれこそなんとなく数学をやろうとかあるかもしれないですけど、うん、もっと各科目で例えば最低の基準とかでもいいから決めたりっていうことですよね、うん、ちなみに今逆算って話出ましたけど、はい、夏休みって結構模試とか多いなって思うんです。そうですね、模試に関してとかあったりするんですか。そうですね、まあ3つ目の話になってくるんですけど、はいはいはい、まあ、本当に模試はあの僕もまあもちろんたくさんやっぱ東大の模試とか、うん、まあ、あとマーク模試なんかも、あと、うん、まあ、河合塾だったので前頭記述とかめちゃめちゃあるやん模試もうひたすら本当に模試のオンパレードみたいな感じで、まああったんですけど、一回一回の復習が僕はやっぱすごい大事になるなっていう風に。復習、はい、もちろんあの普段スワさんが言ってるようにあの模試に向けてこうやっぱ計画を立ててやるっていうのももちろん大事ですけど、うん、やっぱその後の復習でこれ結構忘れがちなんですけど、うん、すぐに復習するのは僕は大事かなっていうふうに思います、ね、あーなるほど。視聴者さんってもしかしたらこうなんかめちゃくちゃ模試が多いからあー後でやろうみたいな。そうなんですよ、はあ、感じない。それをもう鉄は熱いに打ち打てる。そうですね、まあ、やっぱすぐ復習やった方が、はあ、こここうだったのにってやっぱその自分のミスにもより気づけると思うんですよね、うん、経験してすぐやもんね。そうですね、はあ、なのでまあエピソード記憶みたいな形で、まあ、結構間違いとかも結構、うん、あー間違いしちゃったとか、あとあこれこうだったみたいな結構知識とかもすぐすって、まあ、頭に入ってきやすいのかなって思うので、本当にすぐ復習するというのが僕はポイントです、ね、確かに。復習の仕方って塾の先生とか学校の先生あんま教えてくれないやん、はい、そうですね、だから本当にもう自分で決めて行動しなきゃいけなくて、模試に追われると多分その時間ってないよね。そうですよね、あんまり、まあ、だから模試に追われるからこそ一回一回の復習しておかないと、結局次の模試も結局前の模試受けた意味が結局何も課題が克服されないというか、次の模試のための準備でもあるもんね、その復習が、はい、じゃあそれを復習やっていけば1週間とかの単位でも結構自分の成長した上で全然つながると思います。やっぱ改めていく妙助の言葉だからこそ通じたところあるんじゃないかなって思うんですよね、はい、いやでも本当に多分皆さん東大受ける方も京大受ける方も普通の旧帝大とかでも模試って絶対あると思うので、ぜひじゃあ今の妙助の話も、まあ、聞いてというか改めて模試のね、準備とそして復習をしっかりとことですけれども、で今ちょっとザーって聞きましたけれども、ちょっと僕が逆に聞きたいのが、はい、まあ、0.3 点落ちちゃったわけじゃないですか、はい、で慶応法学部受けて、それも踏まえた上で、はい、これだけは受験生に伝えたいなみたいな、はい、そういうメッセージとかなんか最後にあったりしますか。僕の場合は正直現役生の時は特にもう数学だけがもう突き抜けて結構得意科目だったみたいな感じだったんですけど、うん、まあ、特に数学って波があるじゃないですか、やっぱ本当にできる人じゃない限り結構波があって、僕なんかも本当に満点取ったりとか、はあ、まあ、あとそうでもない時とか結構まあ点数に波があったんですけど、うん、教科に僕頼るっていうのはもうやめた方が、もうこれは本当に痛いですね。特に受験科目が多い人こそ得意科目を伸ばすんじゃなくて、できるだけその苦手科目っていうか自分が苦手な分野っていうのをまずはそれを人並みに取っていくっていう方が、やっぱ結局最後受験っていうのはみんなができる問題を取ることが大事なので、別に難しい問題正解しなくてもいいので、うん、苦手分野をしっかり特にこの夏にしっかりと克服するっていう意識を僕はもう持ってほしいなっていうふうに思います。いや本当に苦手をもう夏休みだからこそ、うん、詰められるかもしれない。もう最後チャンスだと思いますしね、うん、はい、確かに。ぜひ本当に、まあ、高1高2はねまずはこう得意分野一つってあるかもしれないですけど、高3は僕も本当に洋介と同じ通り思うので、うんうん、ぜひ皆さんもう本当に夏休み有効活用ねしてみてください、はい、チャレンジャーもしなんか洋介にね聞きたいことがあればぜひコメントとかで、ね、教えてくれる、もしかしたら次も出てくれるかもしれないので、はい、あの古文の勉強法とかね、いろいろ今回の 0.3 点、いろいろ洋介のことね知った方も多いと思うんですけど、ぜひこれからもよろしくお願いします。はい、はい、ということで今回はお疲れ様でした。バイバイ。バイバイ。
ログとかもないですし、誘導とか全くなしでも解けるんです。で、美味しいところを一緒に味わい尽くして数学を楽しみましょう。